アイシアヤは約5億年前のカンブリア紀に生息したハーシ動物の一族。丈夫な足にたくさんの爪を持つカナダのバージェス動物群で見つかったエシーアヤやピドンキュラタという一種の実によって知られる。ハルキゲニアと共に最初に記載されたハーシ動物として有名な古生物の一つである。学名エシアヤ,ヤは発見地付近の山頂栄養者ピークに由来するが、 元の意味は不明。模式種の種称名、ピドンキュラタは、ラテン語で、足を意味する、ピドンキュラスによる。アイシェアイアの化石標本、アイシェアイアの化石標本、アイシェアイアの復元模型体長1センチメートルから6センチメートル、丈夫な足がついた、全虫様の姿の葉足動物である。胴体と足の表皮は、関係の筋に分かれ、たくさんの乳頭突起が生えている。 胴体は、円筒状で、後半が、わずかに細くなる。頭部と胴部の間に明確した境目はない。背面に7つほどの乳頭突起が生えた体幹は、各付属死体の間に1本、前後隣接した足のそれぞれの間隔に3本、全部付属死と、第一脚の間に5本を持つ。胴体の体幹と、乳頭突起はほぼ同型で、体節と付属死の位置によって、 明確に変化することはない。棘や甲側に類するほど発達した付属体はないが、乳頭突起の先端は針に似た構造を持つ。頭部の前端は短い円柱状の糞が突出し、口はその正面に開き、6本ほどの長い乳頭、突起に囲まれる。そのやや後方の左右には、一体の特化した全部付属子が張り出している。全部付属子は、 やや華奢で、前円と先端に、トゲが並んでいる。胴部の両腹面には重対の丈夫な足があり、それぞれ10本の関係の筋に分かれ、先端の内側に7本の短い鍵ギ爪がある。第1脚以外の足は、すべてが外側に突出したトゲがあり、第2脚、第9から10脚に1本、第3から8脚に2本を持つ。胴部の微端は、後ろ向きの、 第十脚で終わり、尾に類する構造はない。全部付属詞の付け根近くに目を持つとする見解もあるが、否定的とされる。アイシェアヤは、訂生性,性の捕食者であったと考えられる。防衛用に発達した棘や甲側はなく、化石も、海面の断片と共に発見されることが多い。ことにより、アイシェアヤは、海面を捕食した、もしくは、 単に他の捕食者から身を守るため海面に宿っていたと考えられる。カンブリア紀に生息した多くの足のついた禅虫様の個性物はハーシュ動物として知られ、その中でもアイシェアヤは最初に記載されたものとして代表的な一族である。ハーシュ動物は半節足動物であり、全体的に原生半節足動物の三つの動物門。 すなわち、ユうつ動物、カンフ動物と、節足動物のそれぞれの起源に至る、側系統群として、広く認められる。しかし多くのハーシュ動物と同様、その中でアイシェアヤの、位置づけは未だにはっきりしない。ウォルコット1911によるアイシェアヤの、化石標本アイシェアヤは、チャールズ・ウォルコットの記載で命名され、当時は、多毛類の関係動物と解釈された。 しかしこの見解は後にすぐ否定され、有う爪動物として特徴的な顎と免疫腺はないものの、関係の筋や刃足などの外見上の類似で複数の文献にあり爪動物もしくはその禁煙と考えられた。20世紀中期ではスナードグラス1938をはじめとしてアイシャアやとゼヌシオンなどの足のついた。 全虫様の個性物はハーシ動物と呼ばれるようになったが、当時のハーシ動物自体が、原始的なユーツメ動物、ユーツメ動物とカンフ動物の両方に、類縁、反接触動物と関係動物の起源に当てはまる、もしくは独自の動物門などと解釈された。1990年代では、様々なハーシ動物が、次々と発見され、 アイシャアイアも含めてそのすべてがあり爪動物に分類された。しかし、節足動物の特徴を持つハーシ動物が後に発見され、ハーシ動物は、有爪動物だけでなく、節足動物にも類縁であることが判明した。これにより、関係の筋やハーシなどという、かつてあり爪動物的と思われた。 ハーシュ動物の多くの特徴は、ハーシ動物とあり爪動物の類縁関係を示唆、できず、単に反接足動物の祖先形質に過ぎない。21世紀以降では、アイシェアヤの言うツ動物との類縁関係は、ほとんどの系統解析に指示されず、その位置は解析結果により、諸説が分かれている。多くの解析結果は、アイシェアヤを基盤的な反接足動物と示唆しているが、 足で終わるビブに基づいて、寒不動物の初期系統に含まれる、もしくは特化した全部付属地に基づいて、節足動物の初期系統に含まれるという解析結果もある。アイシアヤは、カナダブリティッシュコロンビア州のバージェス血眼で見つかった、エシーアやピドンキュラタという一種の実が認められる。 アメリカユタ州のウィーラー・シェールで見つかり、ロビソン1985に、同族の別種へシーアやプロラタとして記載された、化石標本クミップ15392は、ペーツへ通る2017の再検証によりラディオドンタ、ルイスタンレイ・カリスの全部付属詞の見間違いだと、判明した。ありがとうございます。